フランク・ボーゼージは、アメリカ合衆国の映画監督。第1回と第5回アカデミー監督賞を受賞した。サイレント映画時代から、トーキー映画時代への変遷を経て1950年代まで、活躍した。ハリウッドの大物監督の中で、サイレント映画とトーキー映画時代をまたがった監督、ジョン・フォード、ハワード・ホークス、キング・ビダーを含むが、 フランク・ボーゼージもその中の一人であろう。彼は、サイレント映画とトーキー映画時代に、アカデミー監督賞を受賞しているが、彼の作品は1930年代には大変、広く親しまれており、たとえ経営的に成功しなくても非評価の受けはよく、1940年代も1950年代、終わりまで高い評価を得ていた。代表作に、 アカデミー監督賞に輝いた第七天国とバッドガールをはじめ戦場よさらば歴史は夜作られるなどがあり、いずれの作品にも共通するセンチメンタルでロマンティックなドラマ性がボーゼ勢ージの持ち味であった。フランク・ボーゼ勢ー義はスイス、イタリア、そしてオーストリアの家系であり、ユタ州ソルトレークシティ生まれ、イタリア語を話す石膏の父親とドイツ語を話す。 母親の間に8人兄弟の4番目として生まれた。彼は、西部の子供であったが、父親の労働を手伝うため13歳になる頃には、近郊で働いていた。だが、少年時代にはすでに旅役者の劇団に入り、役者を始めていた。彼が映画界に入ったのは1910年代で、ウォーレスリード主演のアランド・ドワン制作の西部劇のエキストラとして働いていた。 しかし、1913年、20歳の時に、プロデューサーで監督であったトマス・ウィンスの下で、働くようになる。彼は、助演から、軽い主演を務めるようになり、悪人としても助演することもあった。しかし、1914年、ザ・ラース・オブ・ザ・ゴッズで、青木・ツルコと共演し、一躍スターダムにのし上がる。この時代に、映画出演は110本を超えた。 彼は、インスのために数本の映画に出演後、ザ・ピッチ・オー・チャンスで、俳優と監督を兼任した。この時代は、ジョン・フォードが、兄のフランシス・フォードよりその才能を認められ、監督業をはじめ、ヘンリー・キングが監督の椅子に座り、キング・ビダーはすでに、フィルムメーカーとして認められるなど、後の巨匠たちが支配する時代となる。1920年、 ボーゼ勢ーギはファニーハースト原作のユーモレスクにおいて初めて一流監督の仲間入りをした。マンハッタンのローアーイーストサイドのユダヤ人を扱ったとても生き生きとした作品であった。この作品で最も新しい監督たちの世代の先頭に立った。彼の他の重要なサイレント映画のタイトルで挙げられるのは1923年の 何時をかすなかれとフォックス映画会社に移った後の第七天国である。彼はこの作品で史上最初のアカデミー賞を獲得し、ジャネット・ゲーナーとチャールズ・ファレルをスターダムに押し上げた。彼は1年後に街の天使で再度ゲーナーとファレルを共演させ、この作品は1920年代の最も優れた映画の一本になっている。防税儀のサイレント時代の映画は、 同時代のハリウッドよりも一足先を走っていた。ボーゼ勢ー義は1930年代陶器映画の難しさを過労して乗り越えた。1930年の脚色化作品、リリオムとボーゼ勢ー義が2番目にアカデミー監督賞を獲得したバッドガールで主演したサリー・アイラーズとジェームズ・ダンは彼らの障害における最も優れた演技を披露した。 次の年、その時代最も賞賛され成功した、脚色作品の、戦場よさらばを監督した。ヘレン・ヘイズとゲイリー・クーパーが主演である。第一次世界大戦における戦闘に伴って、監督として、暗闇での視点から、防税ーーギは、表現主義的なアプローチを取っている。このあたりから、彼の映画制作に、防税儀一家が関係するようになってきた。彼は家族を、 小さな配役に回し、弟のダニー・ボーゼーギは、実際に独立して、俳優として、演技を始め、ジョン・フォードの、駅馬車、怒りの武道には両方ともアコーディオン弾きとして、出演するなど、1930年代終わりには、成功していた。もう一人の弟・リュウ・ボーゼーギは、長らく兄、フランクの助監督や、他の監督の助監督に雇われた。 1930年代半ば、フランク・ボーゼーギは、ハリウッドでも最も優れた、職人監督として認められていた。この時代の代表作は、MGM のジョセフ・エルマン・キーウィッツが制作した、三人の仲間である。この作品は三人の幼馴染みの男性と若くして、亡くなる少女を描いている。1930年代初めから、 半ばまで彼は重要な作品をいくつかのスタジオを、またにかけ制作している。戦場をよさらばはパラマウント映画、秘密は、ユナイテッドアーティスツ、そして、リビング・オン・ベルベットは、ワーナー・ブラザースというように。だが1930年代後半は MGM に、落ち着いて、ハリウッドでも、最高のスタジオで撮影した。1934年には、 彼の得意としているセンチメンタルで感傷的な作品とは、打って変わって、マーガレット・サラバンとダグラス・モンゴメリーを使い、第一次世界大戦後のドイツの庶民のありさまから、社会問題を真っ向から描いた、第三階級を制作した。彼はまた、ジョーン・クロフォードのこの時代の最も魅力ある、映画三本を撮っている。マネキン、ザ・シャイニング・アワーと、ストレンジ・カーゴである。 特に後者は奇妙な象徴主義的で幻想的なドラマで、この時代の MGM 作品としても異色である。1940年には、ザ・モータル・ストームも監督する。この作品は、第二次世界大戦前の非常時に、ナチス・ドイツにより普通の家庭が崩壊する物語である。1940年代前半になると、防税儀の創作意欲ははっきりと落ちてくる。 大変体はとても素晴らしいキャストなのに、空軍のパイロットと、その日常生活を描いたお決まりの作品だし、スマイリン・スルーは1922年、1932年に、映画化されているロマンティックな幽霊の物語の、リメイクでよくできてはいるが空虚だし、ザ。バニシング・バージニアンは20世紀初め頃、白人の南部の一家を描いた、優しくお涙ちょうだいの作品であるし、 ステージドアキャンティーンは愛国主義とセンチメンタリズムを注意深く天秤にかけた彼の戦意紅葉映画であった。ボーゼイジはこの頃は特に長編での早撮りだけが得意になっていた。1945年にはボーゼイギは RKO に移り海賊バラクーダを監督。百四十六年には独立系のリパブリック映画に移ったが所長のハーバート j エイツは 西部劇やシリアル、B 級、コメディ、ミュージカルより、芸術的な質の高い映画を求めた。こうして、永遠に、君を愛すは二人の音楽家のカップルは、お互いのプロ思考の強さから分かれてしまうという、甘くて、感傷的なメロドラマになった。サウンドトラックは、アルトゥール・ルビンシュタインを使い、リパブリック映画史上最高の制作費がかかった。ムーンライズは、 フィルムノワールの暗い心理学的な嵐の中で作った作品である。最も素晴らしい効果、うまい監督術、視覚的に見るべきシーンもあるが、古典とするにはあまりにも脚本が弱すぎた。これが、この10年間最後の作品になった。この後、1958年にテレビ映画を1本撮った後、ロイド・シー・ダグラスのベストセラーである。 聖なる漁夫を監督した。スーパーパナビジョン、3時間長の大作であったが164分まで編集され、結局149分まで削られた。この作品は財政的に破綻し、1970年代にテレビ放送されるまで公開されなかった。2年後の1961年、ガンのためハリウッドで死去した。 生前彼が監督した作品は100本を超える。防税儀がなくなった後、多くの批評家は彼の作品を過去の異物のように帰り見なかった。だが、最近少しずつ彼の作品はより若い観客によって再評価が始まっている。ありがとうございます。